はい、どうも、かぐやんでございます。今回はですね、こちら、ジャンプ、なんと、50周年ということなんですね。まあ、僕の年のね、僕のと2倍以上っていう年数なんで、僕、まあ、24歳なんですけど、いやー、ほんと、すごいな、この歴史はっていうのは。もしかしたら、この、すごし、まあ、召喚号とかね、まだ2、3年ぐらいの時から読んでる人からしたら、こんだけね、歴史を感じるっていうのも、まあ、あんまりないのかもしれないですね。漫画の歴史を感じるのも、それはそれで、なんか僕はシンプルにすげえかなと思わされるところもあるんですが、ジャンプについてっていうよりもですね、まあ、今週このこのジャンプで、なんとこの50周年にちなんだ、ビッグイベントというかね、ものすごい企画があったのでね、そちらについてですね、今回ちょっとね、紹介みたいな感じにはなりますが、僕自身もどういう風な考えでっていうかね、どういう風に感覚になったのかというところを含めて、今回ね、喋っていこうかなという風に思います。この企画というのがね、まあ、これがすごいんですけど、こちらのですね、歴代の漫画家、あるいは今連載している漫画家たちのサインというのがですね、50周年にちなんだサインというのが、なんと当たるというところなんで、僕はそんなに歴史浅いですけど、やっぱね、ずっと今までジャンプ読んでる人でも、やっぱそういう風にね、サインをね、もらえるっていうのが、こういう機会を与えられたということなんでね、それはもうね、ほんとめちゃくちゃテンション上がるんじゃないかなと思うところもあるんですよね。まあもちろんサインもらえなかったとしても、やっぱりこういう風にね、キャラクター全員集合とかって見てると、やっぱね、今と昔ととかって、まあもちろん比較したくなるところもあると思うんですけど、まあでもやっぱりね、こういう風な面々が揃ってる雑誌は、やっぱすげえなというふうにね、思わされるんじゃないですかね。そう思ってもまあ間違いないかなと思うところではあるんですけどね。そしてその応募方法というのがちょっとね特殊なんですけど、まあ今週号のジャンプで、まあそのこのページ数の中でですね、まあそれぞれ全部このジャンプのマークっていうかね、海賊旗のマークっていうところを、まあそれぞれの連載人の中から、探してね、海賊マークが隠されていると。今週号のどっかにね、まあそれ各作品の中でね、で、この海賊マークを探して、まあサインを手に入れるってことなんで、まあなんかその作中の中から見つけないといけないっていうのはね、ちょっとね、いつもとは、経路の違うような、ちょっとね、応募方法にはなってますが、一応書き方とかもね、まあそのページにも載ってますが、マークの作品名とマークが掲載されているページ、まあ欲しい色紙番号は、これはね、それぞれ色紙をね、見て番号を打つってだけなんですけども、それがあとはね、自分の住所やろうっていうところを含めて、まあ応募券もここに書いてあるやつを貼ってですね、なんかそういう風な感じでやらないといけないんで、まあ何かしらの作品のね、マークを探さないといけないのはね、このシステムは、そういう風にちょっとね、裏口というか、まあまあまあでも、まあやろうと思えばね、その友達の中でね、探しちゃうのは、まあ別に容易なことなんかなとは思うんですけど、とりあえずね、マークを探さないといけないというのがね、今回のこういったシステムになってるんで、それぞれの作品で、ぜひともね、探していただきですね、これらの101作品というかね、それを、ね、それの中でね、ぜひともちょっとね、見ていただきたいというか、応募していただきたいかなというふうには思っておりますね。そしてですね、まあ僕が選ぶとしたらってところであるんですけど、まあでもやっぱりこの、歴史の浅い僕の中でもやっぱり一番好きなのは、ワールドトリガーなんでね、やっぱでも本当にね、今救済中でございますが、本当戻ってきてほしいのはまあずっと思ってますし、でもやっぱりね、万全の状態で戻ってきてね、それの足原さんのペースでやっぱマルチャンプ連載ってなった方が、まあやっぱりね、そういった方がね、途中離脱とかってないのかなというふうにも思わされるところもあるんで、歴史が浅いとはいえ、まあ本当しかももしかしたらね、1年目2年目の方もまだまだおられるとは思うんですけど、でもやっぱりね、その時期に出会った漫画っていうのは、自分の中のね、もしかしたら格外のない存在になるのは、それもそれでね、全然間違ったことではないとは思うんで、やっぱね、そういう風にちょっとお気に入りとか推しの作品っていうところを、別に古い作品というか終わった作品じゃないといけないことは全くないんで、やっぱりそういったところはね、自分がハマったから、これはやっぱ自分のお気に入りやという風になるのは、そういう風に考えなのが、まあ当然のことというか、ね、普通のことなんじゃないかなと思うところもあるんで、僕は本当は、
ールドトリガーを押したいというか、ワールドトリガーのね、芦原先生のサインが欲しいってところなんですけど、いやでもやっぱ強豪っていうかね、しかも連載してないし、でもやっぱ、サインっていうかね、久しぶりにね、ユーマとオサムのこういったね、サインを見れるのは、なかなか貴重な映像かなと思うところもあるんで、なかなかね、競争率激しいかなと。しかも現代っていうかね、20代人、まあ多分今のジャンプ購読者っていうか20代の方も なんとなく多いところ考えると、そこをあえて外して、まあ鬼滅とかでもいいかなと思うんですけど、まあ鬼滅もすごくね、人気ありそうだから、それもなかなか難しいところですかね。まあワンピースはまあそういったところで考えると論外っていうか絶対入るっていうのもね、まあやっぱここら辺でもですね、本当めちゃくちゃね、歴史が長くずっと20年30年ジャンプ読んでる人だったら、まあ他今の20代の人が知らん作品のね、作者の方のサインとか選んでいっても、もしかしたらそこ競合っていうかね、まあ競う相手がいなかったらいけるかもっていうのも、まあそれは絶対あるかなと思うんで、でもやっぱそういった考える人たちも少なからず結構おられるかもしれないんでね、選ぶ選択肢がめちゃくちゃ多いのはね、ほんと悩み量っていうかね、こんだけね悩まされるのもあんまり最近ないんじゃないかね。こういう風にね、まあありがたい企画っていうのはもとより、でもやっぱりこういう風に自分たちが好きだった作品というのも思い返したくなるぐらいの、この作品のまあほとんどやっぱり有名作オンリーになってるとはいえ、でもやっぱり100作品以上あるんでね、こんだけ悩まされるようなね、ありがたい企画をね、こういう風に、始めていただいたのでね、まあ僕はもう参加しようかなと思うんですがね、もう皆さんもね、ぜひともちょっとマークを探すのはちょっと面倒かもしれませんが、やっぱこういう風にね、やらないとサインは当たらない。まあ本当ね、一作品一票っていうかね、そういう風にちょっと狭き門ではありますけど、まあそう考えると余計僕が選ぶっていうかね、今攻めてこともワールドトリガーもめちゃくちゃ厳しいですけど、まあでもやっぱ1っていうかね、100分の1か1000分の1か、そういったところの確率にね、挑戦していくのもね、まあまあそれでもそれでね、当たらなくても仕方なかったなと思えるぐらいのね、そういうの企画だと思うんでね、難しいってことは、承知してますがね、僕はちょっとやろうと思いますが、まあ皆さんもね、こんだけ狭き門のね企画ではございますがね、ぜひともやっていただきたいかなというふうに思います。まあ今回はちょっとね、企画オンリー、ほぼほぼそこについてだけの動画っていうことになりましたが、まあ僕みたいに本当ね、まあめちゃ、まあ、そんなにキャリアを重ねてなくともね、別にジャンプ愛が全くないわけではないと思うんで、まあそれは本当キャリアのもちろんね、重ねてる方の方がジャンプ愛強いのは絶対僕はそうだとは思ってるんですけど、でも愛がないわけではないというのは僕はそれは言いたいんでね、まあそこら辺は多分ね、まあここそういったところの差はあるかもしれないんですけど、やっぱね個人は個人でね、今のジャンプでもまあ読んだばっかりの人でも、今からハマった人でも、まあそういったところのね、ジャンプに対する愛情というのは、誰しもが持ってるっていうのがね、それはジャンプ購読者やったら特にそういう風に感じるようになるのは僕は間違いないかなという風に思ってるところもありますんでね、シンプルにこんだけね、ジャンプ50周年ってなったんで、まあ動画もそういった感じのやつも上げようかなとは言いつつ、でも僕は本当に記者さんでね、自分の知ってる限りしか喋れないから、まあ動画撮るよりももしかしたら生配信とかの方がいいんかなとは思いつつですね、まあやっぱりね、僕以上に、本当めちゃくちゃジャンプの作品詳しい方はそれはまあざらにおられると思いますが、ちょっとジャンプ離れした方とはいえですね、こういう風な企画があることをね、ちょっと認識していただき、まあこの企画のためだけに今週後のジャンプ買うのもまあ全然ありかなと思うんでね、自分の好きな作者の方のサインがもらえるチャンスがまあ少なからず 1% ぐらいかもしれないんですけどね、本当そんだけの確率かもしれないんですがね、こういう風にちょっとねサインをもらえる機会が与えられるのはそうそうないんでね、もちろん今週後のジャンプだけ買ってね、もちろんその企画のためだけに買うのもまあ全然ありかなとは思いつつですね、まあ僕自身ももちろんですね、まあ今のジャンプっていうところでしか、紹介というかもうすごいもう少し遡るぐらいしか、できないですけども、ちょっとそんだけ歴史の浅い人間ではございますが、まあ知ってる限りの範囲でね、本当いろんなジャンプ作品をもっとね、紹介していきたいかなと思いますし、そのジャンプ以外もね、こんだけジャンプが雑誌としてドンと待ち構えてくれるってことは、まあ僕自身めちゃくちゃまあ漫画雑誌読んでるんで、他の漫画雑誌もね、雑誌としても比べるのもまあいいかなとは思いつつ、やっぱりね、こんだけ今のジャンプともしかしたら他の漫画雑誌ももともと結構ね競合してくるぐらい面白くなってるのかなというふうに、ね、考えるのもね、悪くないかなというところなんでね、もちろんジャンプに敬意を表すのはもとよりですね、もっとね、ジャンプはジャンプで紹介しつつ、もっといろんな形でね、いろんな漫画をね紹介していこうかなというふうに思います。
本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローの方もどうぞよろしくお願いいたします。それではバーイ。